皆さんこんにちは、賃貸のお酒の中島です。本日私は奈良市高蓮町にございますファミリー向けの賃貸マンションレクレール一条にやってまいりました。この物件はですね、新近鉄新大宮駅まで歩いていけるような距離にもございますし、車での移動の際でしたら国道24号線がすぐ目の前にございますので、移動にもとても便利なお部屋となっております。バルコニーからはですね、南側のバルコニーとなっておりまして、暖かい日差しがしっかり入ってきます。このようにバルコニースペースもとっても広々としておりますので、お洗濯物も十分に干していただけます。またキッチンスペースはこちら、このように三つ口のガスコンロがシステムインビルドインされたシステムキッチンとなっておりまして、調理スペース、シンクももちろん広々とございます。このように上とそして下にですね、収納スペースがございます。水切りなどもございますので、ぜひご利用ください。またこちら防犯面ではですね、このようにモニター付きのインターホンが最初から設置されておりますので、お部屋の中にいながら外の様子もよくわかります。キッチンにはですね、このようにリモコン給湯もございますので、ここでお湯の設定温度なども変更していただけます。リビングのすぐ隣にはですね、6畳の和室がございます。とても広々としておりますので、お子様の子供部屋にもぴったりですね。押し入れは約1間半ほどの幅がございますので、しっかりと物を収納していただくことができます。ではその他のお部屋に行ってみましょう。リビングスペースのすぐ隣にございますのも、こちら6畳の和室となっております。2面バルコニーということで、西側にもですね、バルコニースペースがございますので、ぜひご利用いただければと思います。はい、収納スペースはやはりですね、このように大きな収納スペースでございますので、お布団や衣類などもしっかりと収納できます。では和室を出まして、すぐ目の前の洗面スペースをご紹介したいと思います。まずは奥のお風呂から。お風呂はこのように、とても広々としておりますので、ゆったりと、くつろいでいただくことができます。シャワーもございます。室内洗濯機置き場、そして人気のシャンプードレッサーとございます。奥にはお手洗いもございます。それではさらに進んでいただきまして、洋室をご紹介したいと思います。洋室にはですね、このように明かり取りの窓や、換気ができるような窓がございますので、明るいお部屋となっております。収納スペースは1つ、そしてもう1つ、このようにしっかりございますので、こちらもですね、収納力たっぷりとある洋室となっております。最後は玄関スペースです。玄関スペースはですね、このように明るい雰囲気の玄関スペースとなっておりまして、下駄箱がこちらにございます。また下駄箱の近くにもですね、このように大きな収納スペースがございますので、レジャー用品などの収納にもぴったりですね。以上でお部屋のご紹介は全て終了とさせていただきます。気になる賃貸条件などは弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきのスタッフは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。